プロフィットだぞ。はい、普段メジャーデビューもしている番組なんですが、視聴者またはその知人が経験した怖いお話、お願いします。このコーナーでは視聴者またはその知人が実際に体験した実話の怪談のみを受けこれやんないと喋れなくなっちゃう。あの僕の過去の話なんですけど、うん、俺がまだ学生ぐらいの話かな。あのお母さんが結構お酒めっちゃ飲む、でたまに理性ぶっ壊れるんですよ。見たことありますよ、僕らはその瞬間はね。ダメなんだけど、普通に泥酔した状態でチャリでまたさらにお酒買いに行ったのよ、うん、出てく時は普通じゃん、見た目も。帰ってきたら顔面めっちゃ腫れてて、オーシャン東京のスパイラルパーマの一番強いやつみたいなドレッドみたいな髪型で帰ってこいできたのよ。えっつったの、わかんないもう本当に俺やばい、もう顔マジ違う、目もうなんつうんだろう、もう腫れてんの、何それっつって、ちょっと転んだとか言って、転んだっつって、ね、おうおう、でそのパーマの原因が血だったのよ。え、頭打って血だらけになって、それ多分冬で速攻固まってでクリクリになってんの、でスパイラルパーマかかったのよ。オーシャン東京の怖っていう話があったのよ。でどうなったんそれ結局。いやもう速攻病院行って、弱かった俺もこけて打ってたってこと、この辺全部全部打ってて、本当にびっくりした俺マジで。け普通心配がつじゃんそういう時って、うん、俺腹立つのかって、なんでお前さ酒飲むねもう心配よりも説教してたもん俺その状態ドレッドのお母さんなんで飲んで行くんだよみたいな。タイがさ酒飲んだらクニクニめっちゃ怒るよめっちゃ厳しいじゃん。今までいっぱいあるからでしょ、酔っ払ってめんどくさいことが。確かにそれ怖いね、超怖かったよ別人帰ってきたぐらい、うん、やっぱ変わっちゃう人いるよね。それで言うとさ、うん、お酒飲んで変わっちゃう人いるやんか、うん、それで言うと、うん、まだこのライブ、はいはい、EX シアターの打ち上げの時に、はいはい、お酒飲んじゃいけないっていうか、まあ、俺らを送り届けなきゃいけないのに、山坊が打ち上げの席でまずもうビール頼んで飲んでると、うん、多分スタッフは凍りついてんだよね。お前飲んでいいのって多分なってたんでしょ、あの俺らいるからあそこで言ってなかったけど、その状態で俺らゴルフみたいなとこ行って、うん、このゴルフをね、みんな初心者よ、みんな頑張って情けないながらで振ってわーってやってて、その際もずっと山坊酒飲んでる、飲んで飲んで最後結構慣れてきて2時間ぐらい打ったラストホールぐらいでバーンって音があって、うん、えっと思ったら、うん、山坊手に何も持ってないお前いやそうよ、クラブないの、そう探しても結局なくて、えっどこっつったら、いやあっち飛んでたんだけどって言ってたら、ポンと言って、なんか落ちてきて、それが折れたヘッドだけで、で棒なくなった。結局見つかんなかったよね。でもさ、投げるっていうか、でどうしたのさ、いや滑っちゃって。野球じゃないんだから、ピッチャーじゃないんだからさ、すっぽ抜けるとか。びっくりしたよ。上だったからよかったけど、うん、俺ら後ろでさ、まあ飲んだりしてて、そうそうそう、あるからね、こっちに飛んでくることも。全然死ぬよね。死ぬよあのスピードで来たら。あいつに酒飲ますのはやばいなと思って。では本日もやっていきましょう。一人目、ミクさんから届いた怖いお話。私の家系は代々霊感があります。何かが聞こえたり、見えたり取り憑かれたり。私自身は見えるタイプです。ある日、祖父母の家に遊びに行きました。祖父母の家は美容室を経営していて、仲のいいお客さんもいるため、お亡くなりになられると祖父母に取り憑くこともしばしば。その日も祖父母についてしまっていましたが、いつものことだったので気にしていませんでした。茶の間でくつろいでいると、お茶持ってきて、と祖母の声が聞こえました。お茶を汲んで美容室に行くと、そこにはおばがいました。私は思わずお茶をひっくり返してしまいました。おばの後ろに男の人の生き霊がついていたからです。その場に固まった私を見て、祖母とおばは何かを察したようで、茶の間に戻ってゆっくりしておいて、と言い誘導してくれました。一息つき、あの生き霊が誰なのかが気になったので、もう一度美容室に行きました。そして、おばの後ろを凝視しました。そこで正体は分かりました。おばさんの旦那さんでした。何かトラブルでもあったのかと思い聞くと、実はね、
もうめっちゃイラつくんよ。休みのくせに娘の迎えはどうするのなんて聞きやがって。こっちは仕事だっつうの。と愚痴を言っていました。しかも腹痛に頭痛、具合も悪いのにご飯作れ。意味わかんない。体調不良もあったそうです。息量がつくと取れるまでに時間がかかりますし、私生活に影響を及ぼすほどの力を持っています。ノンラビさんもファンの息量がつきやすそうなので気をつけてください。追記ですが、息量に疲れたと書いた祖母が亡くなりました。死因は自殺だったそうです。遺書もあり。もう限界です。ごめんなさい。娘を残して行ってしまって。ごめんね。まだこっちには来なくていいからね。旦那へ、あなたと結婚したことを後悔しています。責任はあなたが取ってください。そして娘には私と同じような道を通らせないように手を出さないでください。と書かれていたそうです。私が思っていた以上にストレスを抱えていたみたいです。悲しくて寂しくて後悔と祖母の旦那への怒りがあふれ精神状態がおかしくなりそうです。亡くなった日から家族の笑顔は絶えました。テレビを見ても笑えないです。笑いたいんです。ノンラビさん、笑わせていただけませんか。無理じゃん。いやいやいや。え、一コアじゃん、もうこれなんか。いや、なんかこんなガチ衣装さ、聞くことってないやん。うん。急に聞かされたけど。だから、これ、俺、連続してこの追記ですって喋ってるけど、実は、前半読んだ追記ですまでの内容をまず送ってくれてるんよ。その後に、実は亡くなっちゃってっていうのが後から来てるから。多分だから、俺らに生き量が見えてっていうのを送った後に自殺しちゃってんだよ。でも、笑わせてくださいって言ってたから。一発芸で。いや、やったことない。そういうタイプではない。そういうタイプじゃない。けどさ、生き量って、そういう場合、その奥さんのが旦那さんにつくならわかるよ。腹立ってる。なんで向こうが来たんだろうね。そう。向こうもだから向こうなりになんか言い分があったのかな。俺いつも疑問に思うのはさ、生きてやることが一番の復讐じゃない。わかるわかる、うん、その死を相手に背負わすっていうのはさ、言うたら自分はもう生きてないから、一番弱い反撃じゃないって俺は思っちゃうんだよ。俺見たいけどね、見れないで死んじゃったら、その後悲しんでるって。ああ、そう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 。もっとこういう笑わせ方するとは思ってなかった。お腹鳴るっていう。子犬でも食ったんよ。まだ生きてる腹で。どうか笑えたか。続きまして、キャベツさんから届いた怖いお話。これはいとこのお兄ちゃんから聞いた話です。お兄ちゃんが友達 A、B、C と達也くんの地元である岐阜に行った際、心霊スポットに行った時の出来事です。 A は霊感があり、入り口で行くのをやめ、お兄ちゃんと B、C の3人で中に入ったそうです。特に何も起こらず、数枚写真を撮って入り口に向かうと、A がうずくまり、ごめんなさい、ごめんなさい、と叫んでいたそうです。異様な雰囲気を感じたお兄ちゃんたちが、何があった?と駆け寄ると、C の顔を見て、叫んで、走ってどこかに行ってしまいました。A を追いかけると、崖のようなところから飛び降りようとしている姿を見つけました。三人で A をつかみ、崖から引き剥がし、何をしている?そんなに死にたいのか?と言うと、A は、え?何?と言いました。その瞬間、お兄ちゃんたちは、自分が青ざめていくことがわかるほど恐怖を感じたそうです。ここは危ない、と直感的に感じ、急いで帰りました。ホテルに戻り、写真を確認すると何もなく、A がおかしくなっただけか、と思ったそうです。それから一週間が経った頃、B が事故に遭ったと言われ、
お見舞いに行くと、B が事故の詳細を教えてくれました。B 自身は助手席に乗って友達とドライブに行っていたそうです。その時、助手席側から車が勢いよくぶつかり、首に怪我をし、全身鞭打ちになったそうです。その1ヶ月後、C も事故に遭います。B と一緒に病院へ行くと、C は足と腕を骨折していました。階段を降りようとしたら、なぜか落ちちゃった。でも、なんか記憶がない。と言っていました。その時、C が心霊スポットに行った際の写真が見たいと言い出し、見ることになりました。心霊スポットの時には気づいていなかったんですが、写真を改めて見ると、C は足と腕が透けていて、B は体全体が薄くなっていました。お兄ちゃんは心臓に当たるであろう場所に、ホタルのような光が漂っていました。その瞬間、みんなゾッとし、お兄ちゃんに、何かある前に、お前はお祓いに行け、と言いました。そして、全員でお祓いに行くことを決め、行ってみると、神主さんに、お前ら、どこに行ったんや、と怒鳴られたそうです。完全には祓えんかもしれん、と言われ、その後はお兄ちゃんにも、他のメンバーにも、小さな悪いことが多々起こるようになったそうです。こんだけ取り憑かれてとかさ、うん、事故にあってってあるあるじゃん、ぶっちゃけ。それでも人は行くよな、心霊スポに。俺らも含め。いや、俺らはまださ、そのまあまあ、仕事としてそうそうそう、仕事としてそうそうそう、やっぱ心霊スポットでの俺らの掛け合いが面白いっていうさ、うん、コメントも多いし、盛り上がってるというか、そういった意味で数字が欲しいじゃない。だから言ってるけど、プライベートで俺らもロケ行った時にいるけどさ、普通にプライベートの人、うんうん、なんで正気かって思うよね、うん、俺プライベートでは行ったことないぜ。俺も絶対行かないよ。あと俺本編で気になったのがさ、シース君だけさ、他の人は透けてたじゃん、ホタルの光、そいつだけさ何もなかったわけじゃん。いや、それはお祓い行ったからね、多分未然に。いや、そいつ透けてるじゃなくて、違うよね、方向性違うよね。うん、ホタルの光、そいつだけなんか強いんじゃない。しかも心臓の辺でしょ。そうそう、強いんじゃん、そいつ。それお祓い行ってなかったらどうなるか分かる。何、ホタルの光終わる時に流れるやん、心臓止まって。お前流れてる、流れてる、そうですです、それはすごい、立ってはいる。すごい、それだソースどこ。そうソースないけど発想でしょ。自分のお前の位置なんだ。次がラスト、鳥のお話でございます。 PX さんから届いた怖いお話。1週間ほど前に僕が体験した話を送らせてもらいます。現場仕事をしていて、現場までバイクで行くんですが、普段はちょっと遠回りをして下道で、街灯もしっかりある道を使い行き帰りしていました。しかしその日は遅くまで仕事がかかってしまい、早く帰りたくて山道を走って帰りました。すると下っている最中、手ぶらの作業着を着た50代ぐらいのおっちゃんが僕に向かって手を挙げていたので、何か困っているのかなと思い、バイクを止め話を聞きました。すると、下まであとどのくらいと聞かれたので、歩きで30分、バイクで15分ぐらいですと伝えると、わかりましたとのことでした。ですが、さすがに歩きはやばいと思ったので、僕はおじちゃんを乗せていこうかと聞きました。すると、大丈夫やでと言われ、そのまま大丈夫かなと心配しつつも家に帰りました。その数日後、おばあちゃんと久々に会う機会があり、家に行くと僕のことを見た途端、あんたの後ろに男の人がついていると言われ、話を聞いてみると、悪い霊じゃないけど、あんたのことを気に入っていると言われ、その方の特徴を聞くと、作業着を着た男性と言われ、あの時のことを思い出しました。そして僕は
ヘルメットにドラレコ代わりで小さめのカメラをつけていて、おばあちゃんと録画を確認することにしました。そこに映っていたのは、急に僕がバイクを止めて、一人で何もない場所に向かって喋っているところが録画されていました。確かに僕含めて母方の家系はみんな霊感があるんですが、僕だけ人か霊か見分けられないんですよね。その後しっかりおばあちゃんの知り合いがいる神社でお祓いをしてもらい、その時に動画も残っていたらダメと言われ、すべて消してしまいました。これが僕が体験した話です。ノンラビの方々、ノンラビの視聴者さんたちも、人と思って話している相手が霊かもしれないので、お気をつけください。ビーンミスター映像ないので、もし復元できたら送るって言ってたから今後送られてくるかもしれない。いや見たいな。例見える人から話聞いたことあるんですけど、はいはいはい、やっぱり普通の人間と変わんないんだって。で話、まずその人は見える人だから、うん、とりあえず話すんだって。どっちか分かんないから、うん、で話してて、あ、なんかちょっと変だなって、やっぱ言動とかです、はいはいはい、なんかちょっとこの世じゃないなと思ったら、あ、ごめんね、ちょっと忙しいからって言って離れるってぐらいラフに話せるらしい。え、その時に霊感ない人から見たら空間と喋ってるってことだと思う。けどそれは人間かもしれないから、とりあえず話は聞くわけじゃん。じゃあお前も一旦はどっちか分からない状態で話されてるってこと。そうじゃん。でやっと、あ、ちょいちょい人間やなってなってって、うん、人間だという認識が下されると、うん、けどもし変わってたらちょっと忙しいからって行かれちゃう。でもそしたらそんなんできて、もっと俺溢れてると思うんだよね、街に。だから話しかけてないとかだけで見えてるかもしれん。エアーで喋ってる人。あ、そうか、あ、エアーで喋ってる人。あ、エアーマンで溢れてるってこと、この世界で。なんか浮きそう。あとあんま気に入られない方がいいね、疲れちゃう。連れて帰ってきてる。ああ、そうだ、優しくしたから。そうだから同情とかかわいそうとか思っちゃいけないっていうのも多分この理論だろうね。ああ、そうだね。だからついてきちゃうっていうし、疲れやすい人。猫とかもそうだもんね。そう、惹かれてる猫とかね。え、かわいそうって、かわいそうって怒らなくて思っちゃうとついてくるっていう。俺言われてたもん、それ親言われるよ。そうなの、うん、なんて思うんじゃん、お前みたいなもん。しゃあもない。でもそういうこと。いやいや、もう何も思わないね。同情の気持ちとか、そう、純粋な人がやっぱ取りつかれやすいらしいから。いや、そうだと思うよ、やっぱ。お礼に作るのも時間の問題っすよ。お前みたいなもん。ということで以上が視聴者またはその知人が実際に体験した怖いお話でした。いい人の方が早く亡くなるっていうのはそういうのもあるかもしれない。ああ、そうよ。いいことも悪いことも背負っちゃうのかもしれないね。暗い笑い。山坊の話する？なんかあるんですか？いやでも俺は山坊のマネジメントしてるから。あ、そうだよね。普段から連絡取り合ってる。普段から連絡取り合ってるっていうか、ノンラビが出さなきゃいけないものの納期とか、俺が山坊に連絡して山坊が気づいて出してる。俺山坊のマネージャーってるから、めちゃくちゃ連絡取る。なるほどね。てか取らざるを得も、俺が言わんかったら出てないものいっぱいある。はい、はい、マネージメントのマネージメントしてる。実質俺マネージャーいます。だよね。はい、ゼロです。プラマイゼロです。そうなんですよ。ということで、まだまだ皆さんからの怖いお話を募集しております。あるという方は僕たちのバラエティ公式 Twitter の DM の方に送ってください。では今日の動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価、そして通知ボタンをお願いします。明日の動画でお会いしましょう。さよなら。焼き尽くせ終焉の効果。僕ら誰もが秘めたる力を持ったモンスターだとして、目覚めさ、おかしい、弱すぎって意味だよな。強すぎておかしいって意味だ。見つけたぞ、冒険者ユウジ。この汚れた世界に消されよ。どうやら俺の能力は結構すごいらしい。だからといって面倒には巻き込まれたくないのだが、やってみるか。転生賢者の異世界ライフ、2022年7月放送開始。疲れちゃったよ優等生、思ってる言葉も言えなくて、誰のために生まれてきたの。はみ出せば劣等生、叫んだ声は私の人生。描く強くなりたい。背が低でも行け、高く熱く長い。欲しいなら
こでゼロになった三蔵一人じゃ私を愛せなかった二人重ね合った感情